はい、次だ。はい、どうも、お初にお目にかかります。地球上のすべての生きとして生きるものの嫌われ者、キモイマン37と申します。よろしくお願いいたします。というわけでして、今回ですね、お送りさせていただきましたタイトルはこちら、ザ・シルバーケースというわけでして、今回でね、動画を合わせる時に言うと、プラシーボ編のリポート4、愛の、5本目ということで、やっていきたいなと思います。で、ザ・シルバーケースですね、やらせていただくときは、毎回ノーマイクでやらせていただいておりますので、今回のノーマイクでやらせていただきたいなと思います。また、終わりちゃんにですね、ご挨拶の方させていただきたいなと思いますので、何卒ご理解ご了承などよろしくお願いいたします。で、続きをね、やらせていただく前に、この作品についてね、軽くご説明させていただきますと、ザ・シルバーケースですね、いわゆる2本立てになっておりまして、本編にあたる、トランスミッター編と、で、その本編で描かれるエピソードを補完する形に持って展開している、プラシーボ編、これの2本立てになっております。早いし、そのトランスミッター編と、プラシーボ編交互にね、プレイしていくことによってお話全体が進んでいくという形になっております。で、今回ですね、やらせていただくのが、そのうちの、プラシーボ編ということで、リポート4の愛というタイトルですね。これの5本目ということで、やっていきたいなと思います。もしよろしければ、最後の最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。ではまた後ほど、チーズに、バイバイ。
はい、というわけでして、今回ですね、本当に気にもね、良さそうなので、この辺で終了させていただきたいなと思います。ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。今回ですね、プラシーボ編、リポート4、愛の完結ということで、ここまで進めてきました。そうですね、急にね、一気の話が、動き出して、で、森島さんがね、一体どこへ向かうのか、で、一番最後にね、行こうかっていうね、誰かのセリフがあって、で、それに森島さんが、ああって言ってたんですけど、一体誰なのかっていうところですね。いやー、本当にね、どうなるんでしょうかね、次の展開がね、非常に楽しみだなと思います。で、ですね、次回は、今回が、プラシーボ編なので、次回は、この順番だとトランスミッター編ですね。トランスミッター編の、ケース5、ライフカットですね。これを、次回からやっていきたいなと思います。で、どうですかね、ライフカットやった後に、リポート5の光ですかね、っていう形になるんじゃないかなと思いますね。で、最後は、談話室田村かな、とか、なんかそういうやつがあったような気がするんですけど、それですね。で、それが終わったら、今度はね、シルバー事件25区っていうね、のがあるんですけど、それをね、やっていきたいなと思っております。
これからもね、もうしばらく、出し入れ系ですね、続いていくかなと思うので、よろしくお願いいたします。で、自分ですね、これ以外にもシリーズでもですね、いくつか出させていただいておりまして、で、あとの不定期なんですが、ニコニコ YouTube、Twitch 等でブロードキャスト配信させていただいております。で、ブロードキャスト配信させていただくにせよ、今回みたいにね、動画アップさせていただくにせよ、必ずあの事前に、自分でやらせていただいております、Twitter 等でご報告させていただいております。毎回動画説明欄にですね、自分でやらせていただいております、各種SNSの URL をリンクっていう形でもって貼らせていただいております。沖縄方面も気になりましたら構いませんので、もしよろしければぜひそちらの方もチェックされてみてください。よろしくお願いいたします。で、今回ですね、奇跡的にもこちらの動画をご視聴くださった方の中で、自分みたいなのでもいいなと思っていただけたらでね、構いませんので、チャンネル登録、あとは動画の高評価等ぜひよろしくお願いいたします。というわけでして、今回、少々正規もいまん37がお送りさせていただきました、ザ・シルバーケース。プラシーボ編リポート4、愛の、5本目、完結ですね。これで終了させていただきたいなと思います。で、自分ですね、こういったシリーズ動画ですね、出させていただくときは、毎回、2本ずつ出させていただいておりますので、次回はね、先ほどもちょっと触れたんですが、トランスミッター編の、ケース5ライフカットの1本目、2本目ということでやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。改めまして、ここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。そして、ここまでお付き合いくださいまして、お疲れ様でした。ありがとうございました。また次回、あるいは別の動画にて、皆様にお会いできることを楽しみに、今回はこの辺で失礼させていただきます。ありがとうございました。バイバイ。